秋月主博は、江戸時代後期の旗本寄合席。通称は金次郎。日向国高鍋藩主秋月家文家の旗本寄合席僕脇領主秋月家九代当主。国高は、日向国初見軍、宮崎軍内三千国。幕職として、本所深川家事、場見回り役や五千手鉄砲頭を務める。秋月金次郎で知られる。秋月主がの子として誕生。 七主川は、文政3年12月21日に辞職した、小普請組支配が最終幕職である。種博は、天保8年5月12日に、本所深川家事、バミ回り役となる。なお、旗本寄合愛関や築家当主としては、最後の本所深川家事、バミ回り役就任者である。天保13年観光の須原や茂ヘ造反部官の、本所深川家事、 バミ周りや硬海四年観光の出雲寺、万次郎造反部官の本所深川執家の伏見周り役に、秋月金次郎の名が見える。安政四年十月に五千手鉄砲頭に転じる。なお、万円元年観光の須原や茂平、造反部官において、五千手鉄砲頭に、秋月金次郎安政四十牛五名の木坂と見える。多門屋倉文書の明細短冊によると、 文久2年6月4日に、この種木が種白の後を相続したとし、手記の年齢を25歳と記載した明細短冊では、種白は死亡扱いとなっている。ありがとうございます。